今回のプランクは最強と言っていいほど腹筋に効きます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの20秒で腹筋にものすごい効く RSB ワンレッグプランクというのを一緒にやっていきましょう。今回この RSB レジスタンスバンドの略なんですけども、一般的にはミニバンドとも言われております。今回このバンドを使ってプランクをすることで、すごく腹筋に短い時間で効かすことができます。もしバンドがない方はですね、説明欄にリンク貼ってますから、バンド見に行ってください。すごく安くてすごく便利です。このバンドを使うことで、今回はすごく短い時間で腹筋に効かしていきましょう。はい、今回の RSB ワンレグプラックのメリットなんですけども、レジスタンスバンドを使うことで腹筋に加わる負荷がアップします。通常のプランクは自重ですけども、レジスタンスバンドを使うことで負荷を加えることができます。でバンドを使うことによって体幹を安定させることができますから、しっかり腹筋だけに効かすといった意識ができてきます。で今回はワンレッグですので、腹筋全体に効かすことができます。通常は腹直筋、腹横筋を使うんですけども、今回は片足にすることで外腹斜筋にも効かすことができます。そしてレジスタンスバンドを使うので、すごく腹筋によく効きます。ですがデメリットとしては、プランクの際に今みたいに腹筋に効かすポイントとして、腰が反れてると腹筋に効かないです。ですので腰をしっかり丸めて行えないとプランクを効かすことができません。でその際に反り腰の状態でプランクを行っていくと、脊柱起立筋と太ももの前に負担がすごくかかります。ですので腹筋に効かずに太ももの前に効いちゃってる人っていうのも結構いるんですけども、そういった場合はしっかり腰を丸めて、まあ、今回やり方紹介するんですけども、真似をしながらちゃんと腹筋に効かしてください。で腹筋と太ももも少し体重を支えなければいけないので、太ももが弱いと体が持ち上がらない、腹筋が弱いと腰が反れてしまうっていったデメリットがありますので、まあ、今回ね、たったの片足10秒ずつで計20秒なんですけども、20秒でやめても OK です。今回は5セット行っていきますから、追い込む方は一緒に5回やっていきましょう。ではやり方を紹介します。はい、通常のまずプランクのポイントなんですけども、腰が反れないように腰を丸める。そうすることでお腹に力が入ったままのキープになります。ですのでお腹が反れないように腰をしっかり丸めて、お尻が上がりすぎないようにまっすぐキープ。で今回は片足ワンレッグなんですけども、ワンレッグにした際に太ももに少し負担がかかります。そして腹筋が弱い方は体を前に持っていきたくなります。ですのでかかとの位置をよく見てください。かかとの位置がつま先よりも後ろなら OK、 前に行っちゃってたら腹筋よりも上半身、肩とかに力が入ってしまうので、できるだけ重心が後ろにある方がプランクは腹筋に効きます。ですので前のめりにならないように注意です。で今回はこのレジスタンスバンドを土踏まずにセットして、この状態で腰が反れないようにプランクをして、ゴムを横に引っ張っていきます。足は少し引っ張ったまま横にゴムを引っ張っていきます。そうすることで片側の腹筋、外腹斜筋にしっかり効きます。これを左右10秒ずつ計20秒、少し間を置いて2セット目っていう風に5回やっていきます。5回やっても正味1分半ぐらいです。できる方は一緒に頑張っていきましょう。ポイントは腰を上げすぎない、反りすぎない、丸める、足を引っ張っておく、できるだけ足は低い位置でキープです。では1セット目頑張っていきましょう。いきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、反対です。1 2 3
5、6、7、8、9、10。効きますね。2セット目いきましょう。いきます。1、2、3、ゴムをしっかり引っ張って5、6、7、8、9、10。反対いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。徐々に腹筋に効いてると思います。ゴムをしっかり引っ張っていきましょう。3セット目です。いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。行きましょう。4セット目。行きます。ゴム引っ張る力が弱くなっていく。最後5セット目いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラスト1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。うわいやー、腹筋ね、すごい効いたと思います。普通のプランクだったらもちろんずっと止まっとくので2分3分ってやってればね、だんだんお腹に疲れを感じると思うんですけども、今回外腹斜筋も使ってますから腹直筋だけがねガツンって疲れる感じがないと思います。ですが腹直筋、腹横筋、外腹斜筋に効く負荷はですね、確実にこのレジスタンスバンドを使ったことによって上がってます。結構10秒が結構辛いと思います。これゴムバンドなかったらですね、全然今の分なんかは1分2分できる人はできる感じなんですけども、これを使うことで本当に10秒でね結構限界にきつい。はい、今回たったの20秒、かかわし10秒でしたけども、まあ、1セットでねもう疲れちゃった方もいると思います。最後までやりきった方もいると思います。ぜひですね、やった方はグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。今回このレジスタンスバンドを使うことによって体幹が安定して腹筋全体に効いて負荷がアップしてます。で、片足にすることで何が良かったのかっていうのと、足を横に引っ張ってきますから外腹斜筋に効かすことができます。そして足に体重が乗れば乗るほどプランクというのは腹筋に効きますから、片足にすることでね、足にしっかり体重が乗って腹筋に効かすことができます。プランクは通常肘とつま先で体を支える、もっと効かすためには肘を前に出す、で腰が反れやすい方は膝をつく、いろんな方法があります。ですがどのエクササイズもこのバンドを使うことで負荷を確実に上げれて、腹筋または太ももお尻などに上手に効かすコツがつかめてきます。というのも慣れてない人っていうのはいきなり力をグッと入れてしまいます。ですがゴムバンドを使うと初めは柔らかくてだんだんきつくなるので、だんだん力を入れていく、筋肉にしっかり効かせていくっていう意識が徐々にできてきます。ですのでこのバンドを使ってエクササイズをするっていうのはこれからどんどん流行っていきます。だいたい5本とかで1000円ぐらいで売ってます。ですがまあ強度の強い分はねほとんど使うことがないと思います。5本中だいたい一番柔らかいやつと次のやつ、その2本ぐらいしか使わないんですけども、それでもまあ1000円ぐらいで売ってますから、とっても安くてねエクササイズが効果的になりますので、
るし、もしよかったらですね、説明欄にリンク貼ってますんで見に行ってください。で、説明欄に貼ってるリンクのやつはこういった普通のゴムなんですけども、このゴムももちろん OK です。ですがこういった編であるゴムっていうのも意外と使いやすいです。ちょっとゴムのね、丸がですね、編である分の方が大きいんですけども、ですがこの編であることによってこの上の方とかがね、破れにくかったりするので、編であるレジスタンスバンドっていうのもおすすめです。ということで今回頑張った方、できた方、よかったらグッドボタン、コメント、シェアよろしくお願いいたします。このチャンネルではこれからも少ない回数、短い時間で効くエクササイズを載せていきます。ですので効果的に筋肉を鍛えたい、効果的に筋肉に効かせたい、そういった方はですね、よかったらチャンネル登録してもらって、これからどんどんアップされる動画を見ながら、説明を聞きながら一緒に勉強してエクササイズを上手に行ってもらえたらと思います。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.